アイオットです。大原です。いやー、前回はすいませんでした。いやー、こう裏作業も特にすることもなく、こう一気にアカシアの木を集めて、こう屋根を全部植えるといったところまでやりました。まあ、強いて本当にやった裏作業といえば、まあ、猫を仲間にしたぐらいですかね。今大原村には2匹の猫がペットとしています。というわけで、まあこう裏作業紹介とかするわけでもなく、もう一気にこの家の完成まで今回行こうと思います。で、今回やることなんですけど、こんな感じで、まあ一部こう柱をさらに入れてみたりとか、こう窓をちゃんとつけたりとか、こう何もない部分にいろいろなものを足したり引いたりをして、こうディティールをどんどん加えていくという、まあ、いわゆる情報用を足していくという作業をやろうと思います。こう前回はこう柱を一本なんとなく通しましたけど、例えばこういうところを一段削ってもいいんですよね。ここにあの石レンガを通して、よいしょ、安心してください、今回は在庫ちゃんとあります。まあ簡単な、今パパッとやった感じだけど、こんな感じで一段へこますっていうのも情報量が増やせるっていう手段でもありますので、まあこんな感じでちょこちょこ入れていきましょうか。あら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 、こんなところにステルスみたいになっちゃって、あらかわいい、きっとお父さんにですね。よし、全員おうちに招待しよう。家作れって。こんな猫と遊んでる場合じゃないんだよ俺は。この真ん中の柱どうしようかな。こうなんていうんですかね、この下の部分はなんかこう、例えば柵を置いて真ん中に階段を置くみたいな、これはあんまかっこよくないな。この辺のデザインはね、なんかこう、まあ、凹凸つけてあげれば何でもいいので、こんな感じに置いたりとか。ただこの真ん中の部分のこの柵がちょっと邪魔なんですよね。まあちょっとまた考えながらやっていきましょう。あー、この辺はなんかこう花壇にしてしまえばいいのでは。困ったらすぐ花壇置くけどね、花壇は便利なんすわ。こう凹凸も作れるし、隙間も埋めれるしと。いや、困った時はこう松のトラップドアを置いてあげればね、大体なんとかなるんですよ。で、あの最近のトレンドのこのスイートベリーを、トレンドちょっと古いな。これがちょっと大きくなった時にいい感じになるんじゃないでしょうか。で、あとこの辺にちっちゃい窓でも後でつけよう。うん、いいねいいねいいね。まあ、こんな感じで一階部分をどんどん仕上げていきましょうか。よいしょ。こう鉄の柵を置いたところにランタンを生やすとね、よいしょ。あー、でもこれだったらな、なんか普通にくっつけちゃった方がいいのかな。まあ、一旦これでいきましょう。またあのいつもの気に入らなかったら後で手直しすればいいと。おいしょ。んで、まあこう綺麗な柱だけだとちょっとね、まあ不便じゃねえな、こう不自然なので、こういう風にちょこちょこっとひび割れたレンガも途中で挟んであげることで、まあなんかイメージが変わるっていうかは、よりディティールが加わるので、まあ情報量が増えて最終的にはハッピーと。あ、あとここにね、あの苔むしたレンガも使えばいいんだけど、ちょっと苔むしたレンガはね、ちょっと在庫がねっていう。まあこの辺いてててて。なんかこう四角い穴だとちょっと無機質かな。こうなんだろう、ここが木のトラップドアなのかどうかちょっとわかんないけど、なんかもうちょいいじれる気がする。この辺りに階段をちょっと付け足してあげれば、なんか良さげになったりしねえかな。こう見た目を作るときとか、こうなんていうんですか、ディティールをどんどん付け足すときは本当にフィーリングでやってるので、ノリですねマジで。あー、でも階段の方が全然いいな。いてれてれてれて。
はい、というわけで、まあ、こんな感じで1階と土台部分はこんな感じで仕上げました。まあ、最初と比べてより凹凸が多くなったっていうのと、こう窓が付け足されたりとか花壇ができたりと、まあ、情報量はちゃんと増やせたんじゃないかなと思います。で次は2階部分、この実際に住居スペースになるのかな、この辺もまたテイクアウェイでいきましょう。まあ、また同じようにね、こうところどころひび割れたレンガを使ってあげればより雰囲気出るんじゃないかなと。さすがにボロすぎかな。こんなにひび割れてないか。2階はそんな入れないようにしよう。1階だけに進ませとこうな。2階部分のデザインはこうなんていうんですかね、この窓の上にちっちゃい屋根を作ってみてもいいし、この窓の下の部分はこう花壇を置いてもいいな。葉っぱ持っていきましょう。こう思考停止で葉っぱを今置いてみましたが、真ん中の部分がちょっと気に食わないな。でもあれなんだよな、この真ん中の部分は正直あんまり変えようがないから、ちょっと考えるか。階段とかにしてみる。こう逆向きに置いてあげれば、ま、そこそこ自然な感じになるんじゃないか。まあこんな感じかな。ちょっとまだ窓の部分いじれそうなんだよな。ちょっとこれ足場邪魔だね。一旦これ壊すか。ま、とりあえずこんな感じで2階部分の装飾が、ま、付け終わるんですけど、こうまだもうちょい平らな部分とか窓の部分がもう少し手加えられるので、ちょっとその辺も手加えていこうと思います。こう多くのトラップドアを設置してみたんですけど、どうだろうな、あれなんかこうちょっとごってごてな気もしますので、もしかしたらあれは外すかもしれません。というわけで、まあ2階部分も終わったんで、最後はこう屋根の下の部分もまたちょっといじっていこうと思います。実質これ3階建てだから、多分大原村で多分一番高い建物だな、これが。やったな。よーし、どうしようかな。こう行き込んで上まで来たのはいいんですけど、正直でもこの辺はなんかいじるとかあんまなさそうなんだよね。強いて言えばちっちゃい窓でも開けてあげるか。そのぐらいかな、やることし、やろうというかできることは。あ、ちなみに中身こんな感じです。ここもなんかちゃんとやんなきゃダメだね。これはあれだな、3階の外装をいじるってよりも完全に内装やっちゃってるな。まあでもこんな感じでね、こうエリートラで、まあ、どっかから帰ってきた時に、まあ、この中に着地するっていうのがあっても面白いんじゃないでしょうか。俺は好きですよ、そういうの。どうしよう、この辺本当にいじることでえな。まあでもいっか、別にそう無理にいじんなくても、おー、なんかこのままでも十分いけそうな気はするので、これでいきましょう。ここは、いや今回はね、ちゃんと内装やりますよと。普段やらないからね。普段サボりすぎてたっていうのあるけど、まあ、たまにはこうちゃんと内装を作る会があってもいいんじゃないかなと。ゴリゴリの建築家ですね、今回は。この辺削りすぎたからすごい細い。入り口を作るのを忘れてたな。ここ死ぬほど細いな。なんかこれやだな、ダサいな。ここだけちょっと重厚な作りにしますか。自分の家だったら多分ドアなくてもいいんですけどね。ただここ一応村人のお家として使うので、ちゃんとドアをつけないとゾンビにほふられるっていう。まあ、基本的に僕の村は湧き潰し甘いんでね。ちゃんとやればいい話なんですけど、ちゃんと玄関はドア付きのお家にしてあげますか。しょうがねえな。まあ村人のお家なんでね。
すげえ雑な作りになってる。あ、これでいいかな。せめてこう樽とあの葉っぱを組み合わせることでちょっとしたプランターみたいなやつを見てあげれば、まあないよかマシでしょ。コークでしょ。手抜き感すごいな。ちょっと上向きにしようかな、樽も。おいしょ。でもなんか気持ち右側の方がなんか綺麗な気するんだよな。あとぶっちゃけた話をするとね、こう一階部分はこう村人専用にしたいっていうか、めちゃくちゃ適当に作ってベッドを大量に押し込めたいんだよね。はい、というわけでなんとか完成までこぎつけたのでお披露目といきましょう。いやー長かった。新しくできた大原村の村人ハウスがこちらでございます。いやー、それなりにでかいものになったんじゃないかなと。こう一番上はとんがり屋根をつけて、こう横に伸ばすときはちょっと一段下げて屋根をつけるっていう、まあ、そんな感じでちょっと屋根が多めの家っていうのかな。まあ、こう一応3階建ての、村人のお家と、まあ、こう一番上のスペースはね多分使わないというか空きスペースになるんで、僕がエリトラで着地する用のスペースを設けております。でこうちょっと家の周りにこうスイートベリーを植えてあげることでアクセントになってるのかなっていうのと、こうこっちからはなんかイメージなんですけど、こうなんか洋酒のお家みたいな、ちょっと偉いやつが住んでるのかなということで、ちょっと広めのスペースをこう建物を何個か集めることで、ちょっとここは偉いやつが住んでるのかなっていうのをこれからやろうと思います。んで気になる内装なんですけど、ガランドっていうと思ったかい。実はなんと今回ガランドじゃありません。こちらなんと、はいどーん、はい、村人を詰め込むためのベッドをたくさんあるお家ということで、まあ、こうちょっと下の部分は多分使われると思うんですけど、上の部分はまあ飾りでもいいのかなって気はしてるんですよね。ちょっととりあえずベッドが大量に作りすぎてしまったんでここに設置してるんですけども、気に食わなかったら全部ぶっ壊します。でこうこっち側のスペースに階段を作る予定で、まあ、ここになんか地下室があってもいいのかなって気はしてるので、まあ、ここの村人の増え次第で考えていきましょう。で、はい、2階、はい、2階は、はい、以上です。3階、はい、以上です。はい、見え張りました。いつもガランドでございます。いやー、まあ、こっち側のスペースは、こう、エリトラで入ってくるので、多分ここは倉庫部屋っていうか、まあ、最初に作ったあの倉庫部屋か。あそこと似たような作りになると思います。エンダーチェストを置いて、チェストを置いて、作業台を置いて、みたいな。で、2階部分をね、ここまあ余らせてるっちゃ余らせてるので、こう、まあ職業ブロックをたくさん置く部屋でもいいんですけど、せっかくだったらなんかここにもなんかやりたいよね。まあやることがなかったらまたベッド対応に置きます。まああくまでね、こう村人のお家ということなので。いやー、こう見るとやっぱ一番高い建物になっちゃったんですよね。こうなんか高い建物を作る予定っていうのはなかったんですけど、まあ、まあ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 この村にもね一個ぐらい高い建物欲しかったんで、まあここはちょっとお偉いさんが住んでるのかなぐらいの、にしてはちょっと都内っていうのかな、都内じゃねえな、ちょっと村の中心の近くに作りすぎたっていうのはありますけど、はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ正直カット多めだったから分かりづらい部分はあったかもしれないんですけど、もしなんかこう詳しく教えてほしいみたいな意見がコメントで多く寄せられたら、また別で解説動画とかも出そうかなって考えております。まあ、正直やってることはあの単純作業の繰り返しなので、まあ、パーツパーツで組み合わせていくとこんな感じのお家も作れるよっていう実演でした。いやー、次回はどうしようかな。こうデカめのお家もできたんで、またこのデカめのお家周りの開発やりたいなって思っていますので、まあ、またそこらは次回になってのお楽しみと。
というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。